カデブートは、スペイン領バレアス諸島原産の東洋犬種である。しかし、ペット消ドッグ用として改良され、現在は、刀剣として使われていない。別名は、ドゴマヨルキン、マヨルカンマスティフ、ペロデプレサマヨルキン。原産地では、一般的にカデ、ブーの名で呼ばれる。古くから、バレアス諸島で使われていて、マスティフタイプの犬や、 ブルドッグタイプの犬の血を引く子孫であると言われている。地元の人には番犬や刀剣として使われていて、親しまれている犬種である。かで、ブーの犬種名はカタルーニャ語に由来している。刀剣が禁止されてからは番犬としてのみ使われるようになり、かつてと同じく大切に保護され続けたために、絶滅の道を歩まずに済んだ。また、 ユニークな姿をしていることが、スペイン本土に知られるようになると、消毒としても使われるようになり、気象がさらに和らげられた。その後、1964年には、フシーに公認剣士として登録され、性格の良いマスティフタイプの剣士として、ヨーロッパで人気を得ている。頭部が大きく、がっしりとした体つきをしている。折耳、タレオでコートは、スムースコート、毛色は、 フォーンやブラック、ブラウンなどで、マズルの黒いブラックマスクを持つ者も,もいる。体高はオス55から58センチメートル、メス52から55センチメートルで、体重はオス35から38キログラム、メス30から34キログラムの中型犬。性格は、おとなしく、もの静かで、主人家族と遊ぶことが大好きであるが、力が強いのでしっかりと静止が効くようにしつける。 必要がある。なお、マスティフタイプの犬種であるため、よだれの量は多い。ありがとうございます。